あとはだからあれです、どっちなんだろうっていうのは筋肉少女隊出たー大月健二さんがめっちゃビジュアル系の人と出てる王権でも違うんですね多分これは。あ、そうなんですかね、わかんないですね。筋肉少女隊はなんかメイクはしてるけどロックバンドの位置づけだと勝手に考えてるけど、大月健二さんはビジュアル系の人と仲がいい。そうっすねっていう、ダメとは言ってないですもんね、哲也さんみたいな。そうっすね、ビジュアル系じゃないとかじゃなくてっていう、じゃなくてなんかその実際筋肉少女隊はなんか一回エニグマっていうすっげえ癖強い曲にハマったことがあって、はい、結構新しめな曲ですね、筋肉少女隊の活動の中では。あ、はいはい。でなんかそれはでもやっぱ俺としてはそのビジュアル系が大好きだからこそハマったみたいな。ああ、じゃあその完全にそのなんかあったんですね、荷が。あ、なるほど、まあ、そういうオーラが出てたんです。そうですね、歌詞はもう納得意味わかんなかったんですよ。あー、歌詞がいい。とーこーいー、とーこーいーみたいな。ただ、まあ、筋肉少女隊っていうバンドで見るとなんかよくよく考えたらちゃうかなみたいな。まあそうですよね、ちょっと難しいですね。だからどっちつかずって感じですかね。そうですね、割とハイブリッドかな。なるほど。